ワイパーラジオです。この番組はミリタリーショップワイパーの1週間のニュースをお送りするラジオ番組となっております。 YouTube ポッドキャストから視聴可能です。皆さんこんばんは。こんばんは。2023年最後のワイパーラジオとなりました。はい、はい、30日ですね。30日土曜日このラジオは公開されますが、はい、収録日は本日27日。はい、はい、27日、そうですね。なので、はい、ちょうどこの収録の前日に中村さんと企画、はい、昨晩、はい、ミリステが最後となりまして、うん、けど、ね、面白かったですよ。あ、いやでもあれ、あの、ね、はい、生電話ですよね。いや僕もあのもちろんあの上の事務所で聞いてたんですけど、はいはい、すんごいうまくいってたな。いやあれなんかやっぱね、はい、かける側もドキドキするし、うんうん、おそらくその応募した方全員やっぱ可能性あるわけじゃないですか、はい、確かに。だからあ今からかかってくるかもって思って待ってるって思ったら、はい、確かにドキドキするなと思って。しかも多分こう30秒か1分ぐらいタイムラグがあるから、はい、多分その画面の多分ちょっと前にかかってたのかな。そっかそっか、そういうことか、うん、でしかもミラクル起きたんですよ。鈴木が、はい、鈴木絡みで2回ミラクルがイナフェスに続き、はいはいはい、ですよね。小山さん、はい、すごいな、うん、焦ったんですけどね最初。ありがとうございますって当選したの分かったけど多分見てなかったみたいでリアルタイムで、お子さんもちっちゃかったみたいだから、うん、でえキーワード何それみたいになってやべえやべえと思って、じゃあ無理ですと、もうなんかさすがに言えないなと思って、もうほぼ答えだろってヒントを言って、はい、どうにかあの導いた感じでしたけど、うん、いやでもよかった。その後に、ね、それ見知ったというか、そのこの間はどうもどうもっていう感じだったから、いやすごいなと思って、はい、マジで引いたな。ナナもミラクル起こしたし、自分が引いたのも田崎さんですからね。確かに田崎さんのあの流れはかなりスムーズっていうか、いやすごかった、うん、ID あれの ID では気づかずに、はい、そのアカウント見たら名前出るから、うわ、そっかそっか、マジかと思って、まあ、まあそれはそれで全然あれですけど、うん、はい、先月ねお会いしたばかりだったんで、うん、先月じゃない今月か。しかもこう迷いなくこう時を来たっていうふうに言ってくれたのが良かったですね、はい、あ見てると思って、いやー面白かった、うん、けどなんか皆さんその生電話が楽しいから毎週な、はい、何かしら生電話をゆっくりやってくれみたいな話も上がってたんで、なんかやれたらいいですけどね。ですね。しかも結構クリアに音も拾ってたから、そうらしいですね、うん、で俺全然音は届いてないかと思ってたんです、うん、小山さんと田崎さんの声は、はい、と聞こえてたんですよ。あ、もう、めちゃめちゃ普通に聞こえてました、そうなんだ。そうなんであれは何かしらちょっと電話のハードルがインスタのおかげでだいぶ下がった、うん、ですね、うん、あの電話番号とかね、やっぱなかなか簡単にはお伺いできないのでね、うん、今はねインスタのアカウントからだったら結構ハードル低いですよね、うん、なんか新しい発見でしたね、あれね。確かに、うん、いやあのネタちょっとなんとか取り入れたいなと思ったけど、ちょっとラジオだと時間が深くて、うん、まあまあこれは ね収録は丸ライブだったら絡めれるかもしれないですけどね、うん、あしかもこのなんだっけ、これしたら出るやつ、そうそう、あれすごかったね。あれすごいですね。俺は川島丹のあの、うん、見逃してたから全然知らずに本当に、はい、びっくりした俺。確かにでもあのあれのおかげでなんかみんな面白おかしくグッドボタン押してくれたからそうそうそう、いいねが多い。それを見たいがために ね、そうそうそう違う楽しみ方をしたっていう、ね、うん、なんで今これみんないいねしてみてください。出ないかもしれない、はい、いや、うん、面白いですね。まだまだ未知なるゾーンがありますよね、はい、ライブ配信のちょっと魅力がね、うん、より一層、いやいいですね、うん、でさらにこの収録の翌日が丸ライブ、はい、あ、まあそうですね、はい、だから、はい、昨晩がミリステで本日ラジオを収録して、明日が、はい、まあ、いつもと違う木曜日の夜が丸ライブで、うん、年内最後と、まあ、おそらくこの配信が無事に終わってるということは丸ライブも滞りなく終わってる、はい、という、ね、ことでしょう。間違いないと思います、はい。マルライブもなんかいろいろと結構あのヴィンテージ、はい、お正月の目玉で、いやマジですごいいいことになってましたよ、うん、はい、っていうか多分明日、まあそうですね、ちょっと楽しみな、もう圧巻な光景を皆様にお届けできるんじゃないですか、うん、来年早々に、そうそう、まあ、事前に結構ここでも撮影とかしてたんで、うん、すんごいうちのこのためにためたヴィンテージっていうものが一挙に出たっていう話なん で、はい、うちのその一点物と言われるものの全力投球を、はいこれでもかというぐらいの圧巻の、うん、絵力になってるんじゃないかなという気がします、はい、そして今日がラジオ、だから鈴木は火水木とこのコンテンツには全て携わるの、うん、鈴木は、あでも火曜日は唯一僕この間は本当最初と最後だけだったの、 あ、 そうかあとはもう上から見守ってくれたのか、ただもう全然こうね、あの迎えに行くようなこともなく、うんうん、2人が完璧に、まあねはい、7対1もようやく慣れてきたんですかね、うん、いやもうあれは頼もしいですね、うんうん、なんでね、丸ライブもまたそういうような感じで、確かに ね新しい人ができればもう鈴木さんいなくても大丈夫ですって、はい、丸と俊美が言うぐらいに ね、うん、
そろそろもう卒業かなっていう嘘です、ね、そうそう、まあでもラジオはですねこのような形で、まあ、収録で毎週お送りしてますので、まあ、そうです。だからなんかラジオがもう本当前も言いましたけど、はい、なんかそのライブの2つに比べるともうジジイの集まりみたいな、うんうんうんまあでもなんかラジオが一番こうまあまあ落ち着いて見れるっていうね、そう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 、コメントも確かに見ました、はい、うん、まあ、なんでこれはもう細く長くやっていくコンテンツですので、まあ、全て細く長くですけどラジオが一番ね、うん、やっぱ何回今言いますけど1回目は、はい、屋外の公園で酒飲みながらお届けしたのがこのワイパーラジオの始まりですからね、うん、まあね、気張らずに聞けるっていうところで、はいはい、ポッドキャストでもやってるのでぜひ、はい、じゃあということで今回はですね年末最後ということで、うん、なんとトップ50のランキングを集計しましたよ、はい、ボリュームがすごいですよ。だから今回は、はい、なんでまあちょっとこれはですね一挙にもう50品番ですね、はい、後ほど紹介していくので、はい、じゃあまずはその前にいつものコーナー行きたいと思います、はい、鈴木中村の今日のコーデ、はい、じゃあ私からいきますね。はい、はい、私はだからそれこそ昨晩ミリステでご紹介した OG108、うん、米軍のヴィンテージウールシャツですね、はい、これを皆様にご紹介しておきながら私が再度その魅力を痛感したのであの動画の中でもお届けしましたけど買ったんです、購入したんです、はい、なんで今日それほどそれこそ今日のインスタの投稿もこの OG108 で組みましたし、うん、でラジオの時はちょっとインスタとは内容を変えてニューエラのキャップにバーンズのイエローのフーディーをインナーに着て521の黒染めでパラブーツ、はい、うん、なんでまあ上半身ガチアメリカ、はい、下半身ガチフランスのハイブリッドスタイルス、うん、なるほど。でやっぱいいですよね。普通に考えて OG108 ってすごいですよね、はい、この年代のこのコンディションのものでこのデザインディテールなのにこの金額っていうのが本当にすごいな、うん、まあまあ今時点では5800円ですから、はい、T シャツですよ、うん、ドメスブランドまあしかもかなり肉厚なウールですしね。そうそう、うん、だからもう本当に日本で言ったらアウターと言ってもいいぐらいの防寒性の高さなんですよ、うん、はい、いやそれが5800円ってことがちょっと信じられない、うん、これかなりお値打ちしかといやお値打ちでもお値打ちでしょう、うん、でしかもまあね、まあ、私ミリタリーライクというかワードローブがミリタリーだらけなので、うん、もちろん合わないわけもないですし、はい、馴染みがあるのですごいコーデも組みやすいわけですよ、うん、そのバーンズのパーカーとのこの色の配色がすごいいいですね。やっぱオリーブイエローはね、うん、最近よく言ってますけどやっぱ鉄板の配色なんでこういう使い方をしてやっぱアウター代わりに今の時期だったらいいと思いますし、うん、まあまあなんか長い目で見てもこの前期のこのユーズド今持って買っておいて損はないかなって すごく自信を持って言えますけどね。サイズが M です、ね、スモールとミディアムなんですよ今、はい、で私はミディアムをちょっと大きめに着れるので、うん、7がそれこそスモールをその 7も買ったんですよ、はい、あですよね。ライブ終わってもう速攻買おうって言ってましたね。スモール買って私ミディアムなんで、はい、まあ、今回175センチぐらいまでの方、うん、で70キロ前後ぐらいまでの体重の方だったらミディアムでもいけると思いますし、うん、ね、いやだから本当改めて痛感したんでね。まあ、ただね残念ながらそのラージとかエクストララージを求めてる方はたくさんいるみたいなんで、うん、リクエストあったんですよ。もちろん出れば腰入れますけどね、うん、フリマで1点見つけたやつですね。あの XL マジ、うん、今考えれば超希少だったな、はい、まあ、でもあれ も速攻売れたんですよね、うん、店舗でね。そりゃそうだろう、はい、うん、いやなんで結構注目ですねコリアンシャツですね、うん、なんかやっぱ最近その52 の、うん、あのウールパンツの動画、はい、YouTube 動画もそうですし51のウールパンツもしっかりですけどやっぱミリタリーのウールものってめっちゃお買い得ですよね。確かに結構狙い目かもしれないです ですね。古いものがかなり安い。皆さんが多分リスクとして考えてるチクチク問題のおかげでこんなに価格が上がらずにいてくれてるのかもしれないですけど、はい、長袖着ちゃえば回避できるので、そうですね、はい、パンツもアンダーパンツ履けば全然回避できるんで、うん、はい、その一手間を加えるだけで解決できるから皆さんもぜひちょっとお気軽にチャレンジしていただきたいんですけどね、うん、そうですね、まあ、50年代のヴィンテージがこの値段で買えるっていう。そうですよ、はい、だから OG101 ウールシャツって名前にした方が良かったんかいやネーミングがいろいろあるらしくて、はい、これやっぱね確かにあの51トラウザーともぴったり相性抜群な、うん、うん、まあ、だからそうこれを機に皆さんミリタリーのウールものをちょっと各国のチェックしてみてください、はい、結構お買い得なアイテムが粒ぞろいだと思います、うん、じゃあ続いて私、はい、はい、自分はですね逆にワイパイングでまとめてみました、はい、まあ、こちらがですね先週タイプ1着用したんですけどこちらブロックゼロのグレーですね、はい、ブラックが結構欠品しちゃってたんですけど、はい、なんだかんだこのグレーがですね、うん、今回作った中では一番この実物に近いような仕上がりになったんじゃないかなと、まあ、そうですね、確かに、まあ、この止水ジップの感じとか、はい、
まあ、これフードは取り外しなんですけど、これで M サイズですね、うん、でさらにこちら合わせたパンツもワイパーインクの WP111 番 M65 の、MR でございます、はい、そしてロトトにニューバランスということで、まあ、これはですね実際に多分ワイパーインク今年結構ご購入いただいた方多いと思うので、うん、このコーディネート簡単にお手軽に再現できると思うのでおすすめになってます。そうですね、まあ、今年を代表するアイテムで組みましたっていうコーディネートですね、うん、確かに、まあ、これで初詣に行くのが多分調子いいと思います、うんうん、そうですねというような感じで2人のコーデのご紹介でした。はい、では、続いてですね、今回はちょっとお便りなしで、そうですね、まあ、はい、50点ありますからね、そうなんですよ言っても、はい、それだけで十分時間が、じゃあその50個アイテムあるということなんで、はい、どうしましょうかね。最初に50位から41位まで一気に紹介しちゃいましょうか、はい、一気に10位いっちゃいますか、うん、はい、じゃあいきたいと思います、はい、じゃあミリタリーショップワイパーの1年間の売上ランキングを発表するコーナー、題しましてワイパーワンイヤーランキングワンイヤーランキング、はいはい、ということでじゃあ、うん、いきますよ。これに関してはですね、あの売上点数と、うん、さらにその売上の合計金額を両方合算したスコアを出して算出しておきます、はい、なので、まあ、中にはめちゃめちゃこっちの方が数売れてるよと思うかもしれないんですけど、うんうんうん、まあ、その分ちょっと単価が安いものだったりとか、うん、そういうのもあるので、はい、まあ、総合のこうスコアになっておりますね。はい、じゃあということで、じゃあまず第50位から、41位まで一気に紹介していきたいと思います、はい、まず第50位、はい、ヒューストン米軍 M51 モッツコート 5409M、うん、青島、はい、そして第49位、実物新品デッドストックの米軍のエクワックスのジェン3のポーラーテックフリースジャケット、新品ですね、デッドのエクワックス、デッドですね、そして第48位、リーバイスヴィンテージクロージングの506WX のティーバッグ、サイズ46 46、はい、あ、46がここに来るわけですね。そうなんです、すごいですね、46で48、はい、まあ、すごうち何千点ある中でのこれですからね、はい、すごっ、はい、そして第47位、はい、スクリーンスターズ×ワイパーのロングスリーブのサーマルティ、おお、まあ、毎回即完売のやつ、はい、別注ですね、お喜び、うん、はい、はい、そして第46位、米軍 M65 フィールドジャケットのファーストモデル WP122 番、おお、すごいね、この間出たばかりなんです、もうすでに、はい、わ、すごい、そうなんです、ファーストですね、ファーストの方が入っております、うんうんうん、鈴木と私が愛用してる方ですね、そうです、そうです、うん、そして第45位、こちらは実物新品デッドストックのロシア軍のヘンリーネックのオリーブグレー、おお、この間特価で販売したやつ、はいはい、お、すごいな、そう、スリーピングシャツ入ってくるんですね、そうなんです、年間 のランキングで、はい、すげえ、そして第44位、あ、こちらはですねワイパーインクの米軍の US ネイビーのリバーシブルティー WP15 すごっすごい、44位ですよ、わ、俺すごいや、でもあれだ、すごい嬉しいですね、夏だけなのに、いや、そうですよ、うん、まあ確かに結構な数今年あの増産してたんでね、はい、ただあっちの T シャツのあれがインパクトが強すぎてリメイクのってことはリメイクが絶対上にいます ね、 そうですね、あっちの追加もハンドリングしてたんで、うん、もう完全に自分の中であっちに負けたなと思ってましたけど、すごいありがたいです、ね、そう、すごいんですよ、かなり頑張ってますね、よっしゃ、はい、続いて第43位がですね、こちらは実物新品デッドストックの米軍の M65 のフィールドカーゴのウッドランドのディープブラック、あー、ディープが、ディープが、ディープが第43位、はい、大健闘、まあ、ただ染めなので、うんうんうん、ちょっと安定的な供給があれだったのかな、うんうん、続いてが42位、イギリスのロイヤルネイビーのコンバットカーゴパンツスラントポケットのワイパーインク WP89、 はい、実はこれですね、まあ、もちろんあの新色グレーが再、はい、新登場で再入荷したんですけど、はい、まあ、もちろん人気ではあったんですけど、こう結構意外に大健闘っていう、お、なんか毎週のやつにはそんなに、ね、そう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 、名を連ねてなかった気がしたんですけど、うん、ここで来るっていうのはなんか新しいですね、まあ、結構その微妙にランク外のいいところを常にいたみたいな感じなんだ、じゃあ11位から20位に大体いたんですね、うん、まあでも常にこう刻んで刻んでっていう感じだったんじゃないかなと、はいはい、そして第41位が実物新品のデッドストックのオーストリア軍のファティグカップ、おお、なるほど、はい、というような感じですね。なんか面白いですね。結構これやっぱ1位から12位を毎週紹介してるので、はい、大体このもう常連さんがね、大体枠を抑えちゃってるんですけど、はい、これ今新鮮ですね。そうなんですよ。
まあ、なんでもう遡ると50位に青島、はい、49位にデッドのジェネスリーフリース、はい、48位にリーバイスのサイズ46、はい、そこが一番なんか意外だったな。うん、もう今のなんか響きで、あ、えっちゅそこかとか思ってたんですけど、はい、そんなわけないですね、確かに。そして47位にスクリーンスターズとワイパー、うん、はい、そして M65 のファーストモデルが46位、はい、で45位にロシアのスリーピングのオリーブグレー、はい、44位にリバティ、はい、リバティ、はい、で43位がディープブラック、はい、42位がワイパーインクのスラントカーゴに、うん、41位にオーストリアのファティーグ。はあ、すごいな。なかなかいい感じに、ね、冬夏と新作も、面白い。うん、わあ、そっか、いいですね。来年の励みになるな。リバティはまたちょっとアップデートしてやろうとしてるので、うん、自信が持てました、はい、しかもこれ頭使うね、一気に言うからさ、ちゃんと暗記しとかないと。そうですね、ラインナップを、はい、まあ、今一応あの画像を記してるんで、はい、こう見ていただければ。そうそう、なんでこれはいい感じですね。アウターに、まあ、そうっすね、手軽なものから、T シャツが入ってきてるのがやっぱ、うん、今の時期聞くとすげえ新鮮ですね。そうですね、うん、まあ、パンツに T シャツと、はい、まんべんなく入ったランキングですね。面白い、はい、では続いては第40位から31位までいきたいと思います、はい、こちらまず第40位、はい、スウェーデン軍の M90 コールドウェザーパーカーのワイパーインクパーテックス。あ、これもすごいですね。そうですね、この間出たばかりで、はい、WP の1023番ですね、うんうん、そして続いてまたまたワイパーインクから WP1004 M65 のフィッシュテールパーカーのフルセット、はい、アウターが続きますね。そして第38位、実物新品レッドストックのカナダ軍のロイヤルエアフォースフライトジャケットタイプ3。おお、タイプ3結構上に来たんですね。ですね、これは、秋ぐらいに出たやつ、はい、であとこの間再入荷しましたね、はい、そっか、すごい、うん、まあ、かなりこう初動でドンっていった印象がありましたけど、はい、うん、まあ、これが堂々第38位と、はい、そして第37位は米軍のエクワックスのジェネワンコールドウェザーパーカーの前期型 WP1006 番、うん、はい、うん、これもまあ実際今年は、まあですね、まあ、かなり 早い段階でなくなっちゃったんですけど、ジェネワンの安定感はもうすごいですよ、うん、ワイパーインクの中でも、はい、まあ、これはもうちょっと実際に早々になくなっちゃったんで足りなかったなって印象だったんですけど、うん、はい、はい、堂々の第37位、はい、そしてあ、ここら辺なんかワイパーインクが続きますね、うん、36位、フランス軍の M52 のウエストポイント WP の1002番、ストレートの方ですね、はい、そして第35位、実物新品デッドストックの US アーミーの APFU のフィジカルトレーニングパンツ。APFU の方の、あ、なるほど、はい、おっしゃるロゴのやつが、ロゴ付きのやつですね、はいはいはい、のパンツか、はい、おー、すごい、すごいですね、これ35位か、すごいですね、うん、そして第34位はですね、これも人気だった実物ユーズドドイツ軍のトレーニングジャケット。おお、確かに今年を象徴するアイテムの一つですね、うん、すごいですね、これ単価がまあ結構、いやでしょう、めちゃくちゃ安いじゃないですか、安いのでその分数がいったのか、はい、うん、そして第33位、こちらは米軍 PCU のレベル7のタイプ1、WP の1021が33位と、はい、おー、さすがタイプ1、すごいな、うん、じゃあ今のところ出てたワイパーインクの中ではこれがまあ一番人気という感じで、はい、他にもアウトあったんですけどね、タイプ1今年やはり注目高かった、うん、そして第32位、実物新品デッドストックのイギリス軍のトロピカルコンバットジャケットのデザートイビュー。おー、これはこれもすごくないですか、すごいですね、単価がね、うん、さっきのドイツと同じじゃないですか、はい、うん、これは春だっけ、夏前ですよね、ですね、まあ、定期的には入ってきてましたけど、うん、前回もねかなりまとまった数、うん、あ、まあ、けどそうですね、確かに今年を象徴するアイテムの一つですね、うん、これも、うん、ですね、これに関しては結構アロハかもと言ったりとかで、うん、ですね、うん、注目高かったアイテム、はい、そして、第31位がワイパーインクの忠実復刻の US ネイビーの N1 デッキジャケット、後期型のアルパカライニングの WP43 番。おい、来、はい、ましたか、来ましたね、 N1 の底力をやっぱ12月に痛感してますからね、うん、確かにこれだってまだ販売して1ヶ月経ってないですもんね、うん、そうなんですよ、それで31位か、はい、すごいな、うん、まあ、これに関しても結構もうほぼ欠品しちゃってるんで、あとタンがわずかにサイズによっては残ってる状態ですね、はい、うん、さあということで第40位から31位は、はい、M90 のコールドウェザーパーカー、はい、M65 のフィッシュテール、
はい、そしてドイツの、タイあごめんなさいカナダの、タイプ3のフライトジャケット、はい、そしてワイパーインクのジェネワンパーカー、はい、ウエストポイントのストレートタイプの WP1002番、はい、そして APFU のナイロンパンツ、はい、そしてドイツのトレーニングジャケット、はい、そしてワイパーイングタイプ1、うん、デザート DPM にアルパカの WP43番と、うん、素晴らしい。これは、まあ、ただここで言うとやっぱドイツとデザート DPM トロピカルジャケットでしょう。確かにめちゃくちゃ単価その他のね、うん、ランクインしてるアイテムに比べたらめちゃくちゃ安いですから、うん、10分の1以下です。確かにものによってはすごい6個ワイパーインクの4つが実物ああ。そう考えたらもうワイパーインクか実物かぐらいになってみますね。ああ確かにそう、嬉しい限りですけど。そうですね、うんうん、まあ、数がやっぱり用意できるっていう意味では、はい、メーカーものはなかなかちょっと難しいかもですけど、はい、まあ、でもすごいですね、この DPM とドイツと APF のパンツが、はい、まあ、比較的こうプチプラながら大健康というような感じですね、はい、そしてじゃあどうしようかな、ここからちょっとずつ掘っていきましょうか。30位まで、うん、はい、30位からじゃあ、はい、途中まで21位ぐらいまで順に紹介していきましょう、はい、いきます。第30位、はい、実物ユーズド米軍のエクワックスのポーラーテックのフリースジャケットのブラック。おブラック、はい、これはジェネツーパーカーですね。ジェネツーの方ですね、はいはい、ジェネツーのフリースジャケットが第30位ですね、はい、まあ、今年は例年に比べるとまだ在庫はあった方でしたからね、これ全然ずっとない状況が続いてたんですけど、はい、比較的在庫もストックできて販売が継続できたという証ですね、これ。そうですね、まあ、もちろんデッドとかももっとすぐ少量入ったらすぐなくなっちゃうんですけど、はい、まあ、これに関してはある程度まとまった数がご用意できたということで、はい、堂々第30位というような感じですね、はい、うん、まあまあ、レーグのフリースの中で一番肉厚なクラシック300で、はい、うん、まあ、ただこれに関してはおそらくワイパーインクが、まあ、ね、はい、上位に来てるでしょうね、後ほど来るんじゃないかなと、はい、そして第29位はですね、はい、こちらもすごい素晴らしいですね。第29位はグッドウェアのスーパービッグ。すご、はい、すご、これは中村さん担当してるから、いや快挙ですねこれは、まあ、グッドウェアがこのラインナップに食い込んできてるっていうのもすごいですし、単価の低い、はい、T シャツ、そうですね、安いですからね、はい、まあ、けどこれも自信につながりますね、うん、私ちょっと来年の仕込みでグッドウェア、まあ、こんだけスーパービッグ以外もね、はい、うん、大好評いただいてますんで、ちょっとワイパーとタッグを組めばいいものできるんじゃないかなと思って、うん、今ちょっと試行錯誤中です。まあ、おそらく形にはなると思いますけど、楽しみにしててくださいね。すごいですね、一体何枚売ったんだって。いやすごいですねマジで、うんうん、では続いてがですね、第28位はこれは根強い実物ユーズドのイギリス軍のロイヤルネイビーのカーゴパンツのスラントポケット。お、実物のスラントカーゴ、はい、まあ、これに関してはもはやもう3年くらい前からずっと、そうですね、うん、やっぱ春夏の間ずっとね、毎週のランキングには入ってきてますからね、まだまだ根強いですね、うん、まあ、これに関してはネイビーの斜めポケットのカーゴパンツが特徴になっております、はい、うん、そして第27位はこちら、実物新品デッドストックの米海軍の US ネイビーのフィジカルフィットネスランニングパンツ。おー、いいですね。これはこれ今年デビューですっけ。そうです、そっか今年のこれいつだったか、夏前か夏後か、そうですね、うん、今年の出来事か、はい、そうだそうだ、うんうん、でその後ジョガータイプというかね、リメイクしたやつね。そうですね、うん、あ懐かしい。そうですね、まだ半年前くらいかもしれないけど、ね、けどね、久しぶりにこの米軍のトレーニングウェアシリーズに新ネタがみたいな、うん、はい、そうですね、USMC の色違いみたいな感じですもんね。そうなんですよ、うん、これに関しても、まだサイズによっては販売中。そうですね、パンツも絶賛販売中ですし、うん、では続いてがですね、第26位はワイパーインクから、ワイパーインクの実物新品デッドストックの米軍リメイクの IPFU のショートスリーブティー。やっぱりか、はい、いや私多分まあ何回も動画でもラジオでも言いましたけど、今年一番売った T シャツは間違いなくその型番だったんです、ね、はい、そうですね、ってことは T シャツはもうそこが頭打ちでしょ。あ、もしかしたらそうですね、 T シャツランキングだったらこれが一番かな、上でしょう、はい、多分そうだと思います、うん、あのセールスの実績はなんとなく把握してるんで、はい、いやすごかったっすね、うん、ただこれ残念ながらもう来年ないんですよ。だからあ、物がない、元ネタがないんです、はい、元ネタがないから作りたくても作れないんですよ、うん、そっかそっか、いやだからびっくり。まあロンティーの方はありますけどね、うん、あのモックネックの方の、いやただこれ T シャツ残念ですね、本当今年2023年のみのアイテムになっちゃいましたね、
まあ、結構今年を象徴するアイテムかもしれないですね。いやあのビッグシルエットで、うん、ワンサイズフリーサイズで、はい、それも良かったんでしょうけど、うん、この見事なこの転身ですよね。いやー、うん、そうですね、 T シャツでやっぱそれが一番すごすぎたので、はい、うん、よく、あ、けどそう考えたらそのリメイクとグッドウェアとリバティと、うん、私ちょっと手掛けてるシリーズがほぼというか入ってるから、確かにやっぱ夏男だな。 T シャツ大事やっぱ来年もね、春夏はちょっと暴れようかなと思ってるんで、はい、うん、誰よりも、いや、いいですね。いいですね。これも自信につながりましたね。ちょっと SS の番長としてじゃない、はい、SS 番長中村ですって。いいですね。じゃあ続いてが第25位なんですけど、はい、これちょっと T シャツではないですけど、ニアミスですね、はい、実物新品デッドストックのロシア軍のヘンリーネックのホワイト。ああ、なるほど、まあ、インナーではありますね。ですね。グレーがさっきだから、うん、やっぱ白が強いですよね。そうですね、グレーの方が、こちらがどこだ、45位ですよ、ね、に対して25位にホワイトが来ています。結構差が開いてる、うん、まあまあまあ、あれは確かに重宝しますもんね、うん、楽ですしね。しかも今年は結構特価で放出させていただいたこともあって、はい、まあ、非常に購入された方多いんじゃないかなと思います、うん、はい、そしてこちら第24位はですね、これもちょっと中村さんゆかりのあるアイテムかな、はい、24位が実物新品デッドストックの米軍コーストガードの ODU の3クォーターのジャケット。あ、3クォーターが、はい、あ、スペシャルオファーがあったからか。そうだそうだ、うん、なるほど、 ODU ですね。うん、 ODU はね、私もねセットアップで何回も来ましたけど、いい感じにやれてきましたけどね、うん、もうそのデッドのものと並べたらすぐ分かるぐらい色は褪せてきました、うんうんうん、来年またさらに春夏のシーズンガンガン来て退職させますね、フェールを、うん、これは結構あの US ネイビーとロイヤルネイビーのジャケットは春先重宝しますからね、うん、ですね、うん、これだからパンツをまだお持ちでない方、このジャケットがランクインしてるということはパンツも、はい、パンツ今年パンツは入ってないかな、パンツあのめっちゃいいサイズが実はね新しく追加入ってたんですよ、はい、あんま気づいてない人多いかもしれないですけど、ラージショートでしたっけ、めっちゃいいサイズでしたよね。そうですね、そう、レングス短めでちょうどいいウエスト、ね、めっちゃいいサイズだった、うんですね、まあ、パンツよりもジャケットの方が数が多かったんでこのランキングとなっております、はい、うん、続いてが第23位はですね、こちらはエクワックスジェン2のフリースジャケットのポーラーテックのワイパインク WP1018 番、ジェネ2フリースのいよいよあの究極復刻、はいはい、忠実復刻か、はい、はい、究極復刻また新しいワードを生み出しましたね、はい、まあでも究極復刻と言っても差し支えない、いや、まあまあその通り、実物を超えたみたいなキャッチが入ってましたもんね、はい、確かサムネに、そうなんです、うん、まあ、これは結構自分としても思い出あるやつですね。ですね、うん、もうテンション上がりまくってましたもんね、はい、動画内で購入するタグ切っちゃいますみたいな、はい、買っちゃいましたみたいな、いつもの鈴木らしからのね、はい、ちょっとテンション高め の, あの感じの動画がすごい印象深いですね、うん、まあ、っていうぐらいに結構僕でさえもやっぱりね、こう声に出ちゃうぐらいのこの興奮したアイテムなんで、はい、ね、うん、これも結構な数をね、やっぱね、大人の事情で作りましたけどね、はい、クラシック300というものをどうしても形にしたくて、うん、はい、ただ思いのほか早い段階でなくなりましたね。そうなんですよ。これに関しても本当足りなかったなって感じなんで。それとかもう本当にこの今の時期、12月末までもあっても別にいいんじゃないかなって思うぐらいの数だったんですよね。はい、その冬を通して販売できるだろうというぐらいの気持ちだったんですけど、これだって何が11月はまだ言いました、いや、これはですね9月に販売してもうその月でなくなっちゃったんで、多分10月入んなかったと思いますよ。マジですか、うん、マジか。そう、9月か10月、ああけど10月じゃないですか、だってほら川島さんが来た時にちょうどそうだ、その明日からオンラインで販売だけど、うん、店舗は1日早く買えますって感じで確か試着してご購入いただいた、それをめっちゃ覚えてる。そうだそうだ、だから10月でしょ。10月か、うん、10月の上旬、はい、で多分1週間しないうちになくなっちゃったっ、すごっていう、はい、そう、ただこれはですねちょうどあの来冬の仕込みをこの間しまして、はい、でこれももう来年するんで、うん、はい、でまあ、もちろん前回よりも数は多めに用意してますので、はい、あ、じゃあ結構な数になりますね、はい、なんです、確かに、まあ、でも本当に何だろうな、実物と同じ感覚で、まあ、別にそんなにすぐ速乾じゃなくてもこれあっていいよねって思えるようなアイテムなので、うん、全然いいで、うん、いいです。そう、まあ、定番ですからね、はい、まあ、これに関してもまた、来冬ですね、あの絶対販売するのでお楽しみに、はい、まあいい、続いてがですね第22位、これはすごい、はい、これはメーカーもんでは結構頑張ったんじゃないですか。第22位はですねロトとのコットンロールアップ、うわ、はい、
それはもう鈴木が、はい、嬉しい。かなり立て詰めしましたから。そうですね。よかった。結果出しましたね。はい、いやけどこれも単価問題 ですよ、ね、かなりすごくないですか。そうそう、ニットキャップでこのランキングはなかなかすごいんですか。そのメーカーもの、まあ、実物ワイパーインク以外でロトと いるんですか上に。あ、あでも、まあ、もちろんそのメーカーとかとその協業のアイテムはありますけど、別注ですね、はい、そうブランド単体だとロトと1位ですね。あ、すごすごいですね。すごいですね。これ、はい、まあ、けど実はロトってソックスのブランドですよね。そうそう。皆様、うん、これ実は BD のブランドじゃないんですよ。そう、でもソックスもめちゃめちゃいいですからね。いや、いいんですよ。で、うちも販売してますからね。だからこれを機にちょっとソックスもぜひご覧くださいね。はい、実は、ブランドはソックスをメインとしておりますから。メイドインジャパンの、あの、奈良で作られてますからね。はい。はい。まあでもすごいですね、ロトとも。すごいですね。うん、まあ、うちもやっぱ愛用者多いですからね。いやまあこれは一躍になったと言ってもいいんじゃないですか、うん、ロトトさんの知名度というかね、はい、この B2 を今の市場に広めた、はい、はい、いや、いいな、嬉しいですね、はい、では続いてがですね、第21位は実物です、はい、実物新品デッドストックのフランス警察のポリスジャケット21。すごい嬉しいな。これもこれは何3回ぐらい入ったのかな。これは、なんか覚えてます。これも覚えてます。おそらく、あの、私たちが韓国にいる間に販売してませんでしたっけ。そうだそうだそうだ。でしたね。そうだそうだ。ですよね。はい。でしたね。あの、ラジオ撮ってる日とかになんか出たとか、そんな、そうそう、そんな。それでなんか韓国の何日目か、最終日の朝だったかな。あの、昨晩販売開始でめちゃくちゃ好評いただいてるみたいで、もう在庫ほぼないよみたいな話をしたのをめっちゃ覚えてます。はい、なんか結構あの不在中に何かバカ売れするみたいなことがありますね。この間ドジャースト取引。なんかそのね、いろんな思い出の紐付けがあるんですね、うん、俺だって。あの撮影中にそういえばそうだったよねみたいな。うん、まあ、でもポリスジャケットもやはりマリロアと一緒に販売して。これは完全にマリロアの後にね、うん、来たんですけど、やっぱちょっとこう、デザインだったりディテールとか雰囲気が若干似てるところもあって、うん、まあ、これもだけどコスパがすごかったですね。そうですね。私これボスにあの言いましたもん。これめちゃくちゃ安くないですか。あれこれ冗談設定間違ってんじゃねえかなと思って。そうなんですよね。だから結構そのしかも撥水とかもする生地で、はい、しかもこのポリスが見えたり隠れたりっていう。そうそう、ちゃんとそこはね、うん、隠せるっていうのもね、ファッションアイテムとしては嬉しいディテールで。うんうん、すごいな、21位か。まあそんなに数ある印象なかったんですけど、はい、まあある程度、まあほぼ即完売だったんで、うん、うちにある在庫はなくなっちゃったんですけど、はい、うん、すごいいい結果ですね。うん、ではこれ で、21位までですね、はい、30位から21位まで、うん、もう折り返し点通過したわけですね。確かに、うん、まあ、一応ちょっと30位からをおさらいしますと、はい、30位が、実物のジェネツフリース、29位がグッドウェアのスーパービッグ、はい、で28位が、イギリス軍の、はい、スラントカーゴ、はい、そして27位が、米軍のネイビーのフィジカルパンツ、はい、そして26位が、IPFU のリメイク T シャツ、はい、で25位がロシアのスリーピングのホワイト、はい、そして24位が ODU のスリークォーター、はい、そして23位がワイパーインクのジェネツフリース、で22位がロトトのコットンロールアップ B2 に、はい、21位がポリスジャケットと。やっぱ米軍強いですね。うん、確かに。なんかフランス軍が輝いたっすけど、うん、やっぱトレーニングシリーズが入ってますね。確かにそうですね、うん、先ほどもそうですけど、うん、まあ、今年を象徴するもんな、トレーニング、米軍のトレーニング系ね、うん、確かに。まあでもこれ結構ここ30位までですけど面白いですね。冬に活躍したものもあれば、うん、こう夏場の人気アイテムだって。そうですね、だから今聞くとすごい新鮮ですね、うん、年間のこの、ね、人気役者が勢ぞろいという感じで、はい、うん、じゃあということで20位から11位まで次行きたいと思います、はいはい。まず20位はですね、ワイパーインクの M51 のフィールドカーゴパンツ WP1013。 わすごいな。そっか、これも今年ですもんね。そう、そうなんですよ。これで20位か。これまだ実はあの1回しか生産してないんですよ ね、はい、ですよね。そうそう、ただ今ほぼほぼ在庫欠品していて今再生産中なんですけど、これは本当うちのファッションモンスターハヤトが、はい、ファッションモンスター、はい、ファッションモンスターハヤトが本当にすごいフェードを出してます、うん、はい、えげつないです。すごいですよね、あれ実物です。そうそうそう、ほぼ実物と見まごうっていう、なんかお店に展示したいぐらいあります、うん、こんぐらいになりますよって言ってサンプルとして、はい、ぐらいね、かっこよくなってますからね。綿100なんでこう経年変化がより楽しめる。早いんですよね、うん、6号に比べると、はい、そうなんでこれが、堂々第20位ですね。あ、はい、そっか。
そして続いてはですね、この冬を象徴するアイテム第19位は米軍エクワックスのジェネスリーのプリマロフトパーテックスの、WP1008 番、はい、レベル7のパーテックスですね。はい、はい、ますよね。それは来ますよ、うん、今年はレベル7シリーズはね、はい、ラインナップがすごかったですもんね。しかもこれに関してももう全部完売しちゃいましたね。すごい、はい、うん、今でも冬は欲しいっていう方も多いんじゃないかな。そうなんですよ、はい、本当は今欲しいんですよね、うん、ヘビーアウターというか、まあまあアパレルあるあるですけどね、はい、やっぱ機中になってからでは手遅れみたいなね、うんうん、やっぱり一足早く手を打っとかないと、はい、物は選べないというのはね、確かにセオリーではございます。確かにこう欲しい時にないっていうことがあるからですね、うん、そうですよ、うん、では続いてはですね、第18位はこちら、ワイパーインクのウエストポイントの M52 のテーパードの方、WP1003 番。あ、ストレートと結構開くんすね。確かにそう、今年なんかテーパードが人気なんですよっていう話はしてたんですけど、言ってたけどそんなに開くんだ。そうですね、これテーパード、どちら、ストレートがだって最初の方に出た。そうですね、ストレートが、36位ですね。そこに対して18位、はあ、倍、そんなに、はい、それは意外ですね、うんうん、まあ、じわじわと差がついてくれになったのかな、はい、うん、すごいですね、まあ、これに関しても今現在再生産中で2月にまたまた再入荷してする予定になってます、はい、そして第17位、これはですね、安武換気南賀別注のオーロラテックスのレベル7。おお、はい、なるほど、南賀のレベル7の方ですね。そうですね、はいはい、うん、まあ、N3B が後から出たんで、はい、これに関してはおそらく南賀はこちらの方が人気だった印象です、まあ、数も多かったですね、まあ、数がですね、うん、やっぱり N3B は単価の問題もね、うん、レベル7よりももう結構上のプライスいってましたからね、はい、まあ、でもこれもさすがの人気アイテムですね、うん、もう2年3年目かな、はい、ですけど、うん、まあ、これに関しては、ダウン、ナンガのダウンを使用したレベル7のブラックということで、はい、うん、まあ、ダウンを探している方はですね、レベル7でこのスタイルということで非常にかっこいいんじゃないかなと思います、はい、うん、続いて第16位、はい、これも来ました、 LVC のサイズ48の、あ、はい、506WX がランクイン第16位。いやー、そりゃそうでしょう、これは絶対入ってくるとは思いましたけど、うん、ここですね、はい、いや今年すごかったですよね。それがずっとランクインしてたじゃないですか。確かに、ね、それがまずすごいなと思ってて、うん、これもだって象徴的というか、あの伊勢丹中に売り切れちゃったっていう、うん、イベント中にね、はい、佐藤さんですよ、プロレスラーの、はい、うん、佐藤さんが LVC あの買いに来たんですよねって、いや佐藤さんこれサンプルなんで買えないですよって、はい、オンラインで買ってくださいって、うん、いやいやオンラインで買えなかったからこっちで買えると思ったんですけどって言われて、えみたいな、はい、嘘でしょ、ありましたよ昨日までって言ったら、いやオンライン確か全部もう欠品ですよって言われて知ったっていう、そうエピソードトーク付きのね、はい、そう、その時もあのマルと LL との見本として置いてて、はい、で皆さんこう試着してもらって、はい、で購入はオンラインからってみんな案内してたから、ね、まあ、それで結構皆さんこう興味あって試着してから、じゃあぜひオンラインで、ぜひオンラインでって、だから結果本当にその伊勢丹のポップアップ開始でいつもよりもその消化スピードがぐんと上がってるんですよね、うん、実際に、うん、私たちだってイベント前に在庫数チェックしてましたから、あ、これだからまあそっちにアナウンスすれば大丈夫だからいいよね、うん、みたいなサンプル持ってっても、うんうんうん、そしたらまさかのね、すごいスピード一気に加速しちゃった感じで、いやマジそれです、うん、そうなんですよ、だから前の日とかにも見てて、あ、まあ、これぐらいだったらまだ大丈夫かなと思ったら、はい、うん、もうその時にはタイムリーなくなっちゃった。これは初の試みというかね、やっぱうちミリタリーが、はい、まあ、看板アイテムではあるので、この G ジャンファーストタイプトラッカージャケットでこう別注して果たしてその受け入れられるのだろうかという不安はあったわけですよね、はい、やはりいや、ただ蓋を開けてみたらまさかのまさかの予想以上のスピードでね、はい、完売を迎えるという、いや、これはでも本当にやはりこのなくなってからよりこう欲しさが増すというか、まあ、一時期そのうちのスタッフのユニフォーム化してましたからね、丸、利見、はい、スバル、戸高、安武、ね、横木滑り込みセールだったんですね。うん、これはですね、ぜひちょっとゲットしたいところであるんですけどね。ねえ、すごかったな、うん、今年の、そうね、今年本当いろんなたくさん新しいチャレンジをしてきてるんで、うん、動画の振り返りでもそうでしたけど、そうですね、うん、なかなかの2023年は、はい、まあ、これはかなりのチャレンジした商品ですね。ですね、うん、
では続いて第15位はこちら、米軍のエクワックスジェン3のレベル7のプリマロフトのエピック、はい、WP107 番、はい、レベル7のエピックですね。すごいな、はい、レベル7のシリーズの中で一番最高峰というかプライス的にはね。そうですね、ハイプライスですよね、まあ、うん、一番いいやつがこれっていう感じですね、うん、やっぱ皆さんエピック好きなんですね、うん、まあでもこれ結構面白いですね。パーテックスが19位でエピックが15位ということで、はい、ぶっちゃけ言うとパーテックスの方が量産の数は作ったんですよ、うん、ですね。そうなんで、まあこの値段とこの数量のバランスでこういった結果になったのかなっていう感じですね、はい、うん、でこちらももう今現在完売中。まあそうです、うん、まあ、これもそのジェネ2のワイパーリプロと一緒でもう同じスペックですからね、はい、うん、そうですと YC のエピックを使用したレプリマルフト、はい、うん、まあ、これに関しても来年は確実にエピックをまたやる予定なんで、うん、はいはい、お楽しみにしていてください、はい。そして第14位、ここら辺ちょっとワイパーインクが続きますけども、はい、こちら第14位はフランス軍の M52 のヴィンテージ2タッチの WP69、うん、すごいな。やっぱり WP69 がボトムスのトップじゃないんですか。違います、ワイパーインク。まだあります。あ、違うか。はい、結構あります。違うんだ、はい。ああ、そっかそっかそっか、うん、鈴木が入ってるやつかな。まあ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 、あ、なるほど。そう、まあ、でもこれもやはりうちの看板商品パンツですね、うん、6級はね本当にすごいですよね。なんだろうな、その、まあ、正直言うとその52のシルエットよりちょっと違うんですよね。そう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 オマージュ系ですよね、うん、簡単に言うとテーパードを聞いたやつけど、それが逆にめちゃくちゃその皆様にご好評いただいてるような気がして。そうなんですよ、うん、もはやもう M52 というよりかはもう WP69 というふうに呼ばれてですから、フランスの M52 とワイパーインクをあの合算しましたみたいな、はい、で割るにしたらこうなりましたみたいな、はい、こんがらがっちゃう M69 みたいな感じになっちゃう。そうなんですよ、 今、はい、今となっても WP69 で浸透させた方がいいんじゃないかな、そうなんです、 M52 じゃなくて。まあ、なかなかね、うちオリジナルなストレートテーパードシルエットっていう感じですね、はい、そうですね、これ最初やっぱちょっと新鮮でしたもんね、うん、あれちょっと52より細くない、いやけどこのシルエットめちゃくちゃ良くないみたいな、元年はそう思ったんですよね、はい、まあ、もはやね、うちのこう欠かせない看板アイテムということで、うん、はい、まあ、これに関しても再生産してまたまた入荷する予定になってます、はいはい、続いて第13位はですね、こちら実物米軍のエクワックスのジェン3のポーラーテックのフリッジのファーストクオリティ。おお、ここでファーストクオリティ。ファーストクオリティ結構すごいですね。すごいですね。まあこれだって数そんなに多分出てこないですもんね、はい、なのにこのランキングと。ああ、ってことはそうですね、デッドが早々に顔を出して、はい、だいぶ空いてファーストクオリティが来るんですね。そうなんです。まあでも実際去年もあの上位の総合ランキング出した時に、はい、あれでしたもんね、ユーズドにデッドに始まりユーズドに終わるみたいな感じでしたもんね。まあだから全部入ってきますよね、うん、これおそらく絶対ユーズドこれより上にいるでしょう、はい、うん、そうなんで、まあやはりこれはですね、まあうちのというかもうミリタリーのフリーツ象徴するアイテムですね、うん、ですね、代名詞、うん、はい、まあまあこれに関してもまあ一番状態のいいユーズドが欲しい方はファーストクオリティ間違いないと思います、はい、そして第12位、こちらは先ほどのパンツに続き第12位が実物新品デッドストックの米海軍のフィジカルトレーニングのランニングジャケット。あ、ジャケットが上に、はい、ジャケットの方がそんなに上に来るんですね。確かにジャケットの方が数多かったんでしたっけ、最初はですね、ただそのパンツがもうだってかなりの数、うん、から第4のミリタリーウェアハウスで入荷した時動画撮りましたけど、なるほど。まあ、ただそうですね、パンツは結構サイズのレンジが広かったんで、うんうん、そういった意味ではサイズ、はい、まあ、ある程度選びやすいのはジャケットだったのかな、はい、まあ、でもこれは本当にもう軽く羽織るウィンドブレーカーみたいな感じで着れるから、ね、うん、可愛いですもんね、デザインも。これに関しても購入された方多いんじゃないですかね、うんうん、セットできるのもいいですし、もう全然セットアップいけます、うん、もう動画でもお届けしましたけど、うん、フーディー挟んでやれば全然ファッションとしてもいけますし、もちろんガチトレーニングウェア、はい、いけます、うんうんですね、これに関してもまだまだサイズ選べるはずなので、はいはい、おすすめになってます、はい、では、11位ですね、11位の発表です。こちらはですねワイパーインクなんですが、レベル7の中で一番トップ、うん、こちら米軍のエクワックスジェン3のシンサレートの WP62 番。あ、そっか、そうシンサレートが一番上なんですね。実は俺そのエピックが上と思って、はい、あ、シンサレート50位入んなかったんだと思ったんですよ。ちょっと口には出さなかったですけど、はい、実は実は、なるほど、そうですか、
そうなんですよ。これ結構分かりやすいんですけど、エピックがあってパワーテックスがあって審査レートっていうのが一番金額的に順々順ってなってるんですけど、はいはい、結果的にそのレベル7の3種類の中だったら審査レートが一番上位に入ったと、なるほど、これは勉強になりましたね、うん、確かに。だからこうね、金額は多少、まあ、若干ですけどね、はい、あのプライスが、お求めやすくてその代わり数が多かったっていう結果なのかなと。ああ、そっか、なるほど、はい、これはちょっと来年に生かさないといけないですね、うん、まあ、もちろんどれももう完売してるんで非常に好評だったんですけど、うん、はい、そうなんでどれもこう甲乙つけがたいような結果だったのかなと、うん、はい、うん、ですね、まあまあ、うちとしてはどれも素晴らしい、ね、まあ、もちろんもちろん結果だったんで、はい、ありがたいんですけど、こう、まあ、ただどれが優れてるとことないんで、もう皆さん買ったものが多分ベストだと思うので、まあまあ、もちろんそうです、はい、そういうような結果になっております、はい、なのでおさらいしますと、第20位が M51 のワイパーインク、はい、第19位がパワーテックスのレベル7の WP1008、はい、第18位がウエストポイントの WP1003 番のテーパード、はい、で17位が南ガの別注のレベル7、はい、16位がサイズ48の LVC の 506WX、はい、15位が、ワイパーインクのエピックを使用した WP1007 番、第14位が WP69 の M52 のテーパードチノ、はい、で第13位が実物のエクワックスのファーストクオリティのフリース、はい、12位が US ネイビーのフィジカルトレーニングジャケット、はい、で11位が審査レートを使用したレベル7、すごくないですか、そこで全部レベル7が入ってきてるじゃないですか、あ確かに、あでも、あ本当だ、すごいですね、ねバーと3、3つがすごっ、うん、まあ、でも やっぱりまあだから同じように多分動くんでしょうね、はい、うん、まあ、まあ確かにね、販売の時期も近かったっていうのもありますしね、うん、しかもまああの WP の69とウエストポイントのテーパードも、はい、テーパードが揃ったり、面白いですね、うん、確かにな、こうやってみるとなんかすごいこの、ね、めっちゃ分かりやすいですね、統計というか、そうそう、うん、分かりやすいですね、今からいよいよトップ10の発表と、はい、ここから2023年のベスト10の発表になるわけですね、はい、まあもうどれももう馴染みのあるアイテムでしょう、じゃあこれに関してはどれも主役級かなと思います、はい、じゃあいきたいと思います、はい、第10位実物ユーズドのオーストリア軍のパラトルーパージャケット、あすごい、はい、オーストリア、ここベスト10入りますか、ですね、時代は変わりましたね、あしかもすごいぞ、これ結構このトップ10はですね、逆に、はい、あの実物が多いです、あ新鮮だな、それは多分ってことは、うん、だからもうじわじわ常に売れてるアイテムかな、はい、いやけど年間のランキングベスト10にオーストリア軍のアイテムが入るなんて、ま、昔じゃここ 2,3 年じゃ絶対想像できないですよね、確かに、オーストリアはやはりですね、この間の動画でもあるように皆さんかなり気になってますからね、はい、ですよね、うん、三平さんお喜びでしょうかねなんか逆にこう紹介するとこう人気が出るからっていう方もいるくらいに、はいはい、ね、そうそう、皆さん実は注目している、いやけど絶対もうこれも何度も言ってますけど、このデザインってやっぱ結構唯一無二なんですよね、うん、このパラドルパージャケット、確かにそうですね、これは他にないデザインだと思います、うん、いいですね、まあ、堂々の第10位ということで、はい、まあ、持ってる人多いんじゃないですかねこれ、うん、持ってる人いたらぜひチャット欄にください、持ってます、はい、あ俺何個持ってるだろう、ちょっと後で数えてみよう、俺結構持ってる気がする、うん、今回のベスト50ですね、これに関して結構あるんじゃないですか、うんうん、じゃあ続いて第9位はですね、はい、こちら、あすごい、昨年のチャンプがここで、はい、第9位実物ユーズドの米軍のエクワックスのジェン3のポーラーテックジャケットフリース、おお、ここで第9位です。フリースのユーズドは9位ですか、はい。あれ、ベスト3ぐらいに入ると思いましたけど。そうそうそう。確かに。え、去年1位だったんですか ?1 位です。ただ、去年はごめんなさい、あの、数量のランキングだったんですよ。ああ、そっかそっか、そういうことか。そうそうそう。はいはい。なんで、まあ一応そういった点で、まあ総合で見ると今年は、もちろんすごいですけどね、第9位となっております。はい、なるほど、うん。意外です。だけど、もっと上かと思いました。はい、うん、ですね、もう年間、まあ、まあ、とはいっても、まあ冬物ですしね。うん、うん。まあ、なんで結構通年使えるようなアイテムが上位に来るのかな、はい、うん、まあ、ただこれに関してもですね、まあ、あのデッドやらファーストクオリティやらいろいろありますけど、今回ユーズドのフォリッチのフリースが堂々第9位と、はい、フリース、あーなるほどね、なるほど、フリースはまだありますよ、うん、あ、はい、フリースはまだある、うん、え、そう、まあ行きたいと思います、はい、じゃ続いてはですね第8位、はい、第8位はこちらは実物新品デッドストックの M65 のパンツの
ブラック染め、通常のブラック染め、うん、お、通常の黒染めベスト10入りですか。はい、第8位、はい、ディープブラックよりも今回は通常のブラック染めと。まあ確かにそれは傾向としてはなんとなくこう、うん、感づいていたんですけど、うん、こんなに差がこれも開くんですね。確かにディープブラックが43位に対して、うん、こちらの通常ブラックが8位と。私ディープブラックは持ってますけど通常の黒染めは持ってないんですよね、うん、あ、まあけどそうなんです。だからそっちって履き込んでいくとうっすら出てくるのかな説あるじゃないですか、うん、色が、はい、まあただでさえ最初から若干見えますけど、はい、そういう方いるのかな、うん、履き倒してこう経過が出た人教えてください、うん、両方持ってるよっていう人もいるかもしれないですね。あ、いいかな、うん、まあ、今年結構そのディープブラックが結構前半の方で染めのがなかなか生産がスムーズにいかなかったっていうのもあったんで、納期がちょっとコントロールできなくなったんですよね。なんで供給がちょっと追いつかなかったところもあってこの差が生まれたのかなと思います。そうなんですよ。だからオーストリアのファティーグのディープブラックとかも本来であれば通年ね売りたかったんですよね。確かに私あのシルエットすごい好きなんで。そうですね、ちょっとオーストリアのディープブラックはランク外になっていますね、はい、うん、そうなんでディープブラックただ今年は途中の方から工場新しいとこ見つけて結構コンスタントに、はい、あの IPFU とかも作れるようになったんで、うん、まあ、来年ちょっとご期待ください。そうですね、2024年はまあ切らさずにね、うん、常にストックを継続できたらいいですね。そうですね、うん、なんでまあちょっといずれ黒染め特集とかもしたいなと思ってるので、はい、ぜひ、うん、はい、続いて、はい、第7位はですねワイパーインクが入ってきました、うん、ワイパーインクパンツでございます、はい、フランス軍の M47 カーゴの前期 WP93。47前期ここに来るんですね、はい、そうなんです。あ、全然ノーマークでした、ね、はい、早すぎたのか販売時期が、そうですね、そう結構今ってもうブラック の, あの在庫しか残ってなくて、はい、もうオリーブは全部完売なんですけど、だからだ、なんか印象がもう多分前半過ぎて残ってないんでしょうね、うん、そうそうそう、まあ、後半にチノとかね、うんうん、M65 とか入ってきたんであれですけど、あ、そうか、はい、47前期来ますか。そう、結構上半期でこのポイントを稼いだんじゃないかな。ですよね、だって全然その下半期でベスト12の中に入ってる印象ないので、うん、そう、ああすげえ、そうなんです、いいですね、はい、2024年もそれ上半期に来るんじゃないですか。確か、ああそうかそうか、ですよね、うん、もう時期ですね、はい、これもまた新しく再入荷する予定になってますので、はい、うんうんうん、はい、まあ、すごい素晴らしいですね。第7位がワイパーインクと、はい、はい、続いて第6位、こちらもパンツ、こちらは実物のユーズドのスイス軍の前期型のヴィンテージデニムワークパンツ、すごい、第6位、すごいですね、すごい、スイスのデニム、うん、ベスト5に手が届きそうなところまで行ったっすか。結構前期頑張りましたねこれ、うん、いやすごい、これはだってあの去年ヨーロッパに行って見つけたものが、はい、いつぐらい入ってきたのかな、何回か入ってきました、うん、11月の便でも最後の方でも2000本入ってきたっていうのをお届けしてますし、うん、この間の動画でも結構まとめて、はい、そうですそうです、まあ、ただすごいな、スイスのパンツ、さっきのオーストリアのパラトルーパーもそうですけど、スイスのパンツがベスト10のしかも6位、はい、はあ、いや素晴らしいですね、すごいな、あれそっか、うん、バラック入ってないですね、バラックはいないですよね、バラックはいないですね、いないんだ、うん、意外だな、確かに金額なのか、まあ、もちろんあれもね、いやバラックとスイス同じですよ確か、うん、確かにイギリス軍はスラントカーゴですもんね、はい、入ったのは、わ、じゃあスイス本当すごいな、このなんか細く長くでしょうね、うん、おそらく、うんですね、これに関してもまあ最近結構再入荷するたんびに結構好評だったんで、うーん、これもね来年ちょっと2024年スイスのデニム、うん、パンツジャケット面白いことできないかなと思って今ファッションモンスターハヤトと一緒になんかしてますけど、うん、多分楽しいですよ、うん、これ、いや素晴らしい結果ですね、うん、では続いてはですね第5位はなんと実物新品デッドストックのフランス軍のマリンロワイヤルパーカー、あー、それはもう絶対来るとは思ってましたけど、はい、5位ですか、5位です、ベスト3入れず、はい、ちょっとマリンロワイヤルに対してはね、うん、人一倍その熱量がこもってるので、はい、いやでもこれはさすがですね、いや鮮烈デビュー、ワイパーがミリタリーのねカテゴリーに爪痕を残したアイテムですからね、うん、自分たちで見つけて自分たちで名前をつけて市場にね送り出したっていう今までの前例のない、うん、ケースのアイテムですからこれは、うん、
あでもこれすごいな。ただ来年はおそらくランキングはないですよね。全然ないから、うん、先駆者になれたこの快感と喜びはあるんですけど、はい、うん、残念ながら継続ができないというね、うん、まあまあ分かんないですけどね、はい、まあ、見つかればヨーロッパの地で見つかればもちろん、ね、はい、あの速攻手を挙げてて知れますけど、うん、まあすごい。ただやはりですね、もう前評判というか、まあ言うたらだってあれか、今年っていうか去年になるんですもんね、うん、あのヨーロッパで見つけた時は行ったのがね、うん、で年明け早々にデビューをして、うん、だからもうそうです、なんとなくそしたら1位が見えましたね、はい、今年のやはりスタートを象徴するアイテムはそれとマリノワイルだったんです、私の中で、はいはい、1位か2位か分かんないですけど、うん、そうですね。じゃあ続いて第4位いきたいと思います、はい、第4位はですねフリースでございます、はい、こちら実物ユーズド米軍のエクワックスのジェンスリーフリースのコヨーテ、お第4位コヨーテ4位、はい、お、そんなに在庫ありましたか、逆に。そっか、まあ、特化がかなり影響出たんだと思います、はいはい、まあ、あの初のコヨーテの特化をしたということで、 そっか、それのおかげでぐいぐいとポイントを稼ぎ、まあ、それもそうですけど、コヨーテってほらその、まあ、ホリッチに比べたらですけど、うん、数があんまりないので、はい、そこに入り込むぐらいセールスができてないと思ってたんですけど、すごいですね、うん、はい、まあ、これはなかなかこう今回ですね、まあ、いつもホリッチにこう押されてる印象あったんですけど、うん、一番、まあ、今回フリースでは第一位ということで、あ、それはちょっと新しいな、うん、そうですね。だからやっぱ皆さんこうコヨーテ欲しいけどこう買う機会がないなっていう方多かったんじゃないですかね、堂々の第4位ということで、はいはい、文句なしの結果ですね、はい、そして今年のトップ3の発表です。ここからがトップ3ですね、はいはい、そう、ですね、これは、うん、なかなかいい感じにばらけてますが、はい、まず第3位いきたいと思います、はい、こちらは実物新品デッドストックのワイパーインクの米軍の IPFU のフィットネスジャケットのディープブラック。おー、はい、なるほど、そうなんです。そういうことですか、はい、ワイパーインクかつ実物ということで、はいはいはい、ディープブラックですよ。ああね、はい、あ、じゃあすごい結果になったっすね、おそらくこれ、うん、やっぱ米軍のトレーニングウェアがね、2023年は先ほどもねパンツだったり、うん、T シャツリメイクだったりとか数多くランクインしてましたけど、はい、確かにこれね企画の話した時に絶対かっこいいだろこれと、うん、もう仕上がる前からみんな言ってましたもんね、はい、かっこいいに決まってるみたいな、うん、確かにかっこよかった、うん、まあ、いい感じに上がったっていうことで、はい、これはもう入荷するたんびに即完売っていうようなものが続き、はい、まあ、ただ販売したのは秋ぐらい、結構比較的最近の出来事じゃないですか、うん、結構だから遅かったと思いますけどね、ね、うん、まあただやはり、まあ、それなりに数量もやったこともありますしね、はい、うん、まあ、すごいな、クリティカルな感じで、あ、結果がいい結果がこれもね、まあ、だけどね、もうその元ネタが確保できにくくなってきてるからですね、うん、来年入れるぐらいのストックがないんじゃないかな。確かに、これただ今ちょうどあのユーズドの方で、うん、ですね、比較的サイズが揃ったもので今染めてる最中なんです、はい、ですよ。それこそ鈴木と久しぶりに一緒にミリタリーウェアスで、うん、ね、YouTube の撮影した時に入ってきてたじゃないですか、はい、そう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 、うん、なんであの時に入ってきたものを今染めて、うん、一部、まあ、そこそこ着れる、まあ、人気になるであろうサイズっていうものもご用意できそうなんで、はい、うん、それもご期待ください、はい、そして第2位はですね、はい、ワイパーインクです。ワイパーインクの米軍 M65 のフィールドカーゴパンツダブル P111 番。まあ、もうけどそうですよね、はい、そうなりますね、これです。そっか、はい、もう確かに、うん、通年通して販売できてるね。そうですね、まあ、もう今はもうないのかな。あのホワイトが結構今欠品してるんですけど、はい、他に関してはまだ在庫ございます。ああ、そうだそうだ、うん、そういう意味で安定感あったなですね。多分このパンツは数量で言えばワイパーインク史上一番最も作ったパンツかもしれないですね、はいはい、ですね、うん、そうなんでこれに関してはこれもまあ結構早かったんでですね、1月2月かな、はい、に出してからずっとだったんで、すごい、これはイナフェスでもね伊勢丹でもご好評いただきましたけど、はい、まあ、これもだからもうね、もう常にあっていいぐらいの実物と同じぐらいの大きな気持ちで、ね、うん、いや、はい、もうこれはもうディテール品質ともに間違いないから、うんうんうん、長い目で見てて実物じゃないんですけどそれでも同じぐらい価値はあるなと思いますもんね、うん、まあ、本当実物がもう手に入んないし、はい、あっても高いしっていうので、うん、気軽に履けなくなってるからね、はい、そういった意味ではこれはですねもう
通に常用しやすいパンツだと思うので、そうそうです。だからもう不動の土定番品としてワイパーインクとしては外せないだろう、はい、うん、欠かせないだろうというかね、はい、そうなんで、これは本当騙されたと思ってですね、ぜひこうサイトの方チェックしてもらえれば、うん、まだすぐ買える状態にはなってるんで、はい、ぜひおすすめになってます、うん、はい、そして今年の流行る第1位はですね、はい、もう分かりますじゃあ一緒に言いますか、はい、せーの、 IPFU、はい、その正式名称かどうか迷ってね、はい、そんな略してよかったんで失礼しました、はいはい、IPFU でしょ、はい、実物新品デッドストックの米軍の IPFU フィットネスジャケットでしょうね、はい、これはもう私も もちろん愛用中ですけど、はい、今年を象徴っていうか、これでスタートした感が私あって、これでスタートしてマリロワで続いてみたいな、イメージ的にそうなんですよ。これだってあの正月明け、実際ね、撮ったのは年末だったかもですけど、はい、あの雪の中3人で行ったじゃないですか、うん、横木が行った時でしょ、そうそうそう、めちゃくちゃ雪が吹雪いてて、はい、マジで寒かったんです、はい、そうなんで、それの、まあ、奇跡的にデッドストックが見つかりまして、はい、それが堂々の、うん、第1位ということで、いやそうだから、いつだったかな、なんかのコメントにミリステの方だったかな、はい、今年は IPFU に始まり IPFU に終わりましたねってコメントがあったんです、はい、それはなぜかというと、さっき言ったようにその黒染めが年末にやってきて、はい、年始はデッドの IPFU、はい、だからうまいこと言うなと思って皆さんよく見てますね、でその通りのランキングじゃないですか、これだから、はい、ベスト3を2つが占めるで、はい、そのうち確かにすごいな、うん、いや嬉しいな、だけどミリタリーウェアハウスのやっぱ撮影携わることが多いので、うん、なんかそのベスト10にこんだけ実物が入ってきてるっていうのがすごい嬉しいですね、はい、うん、まあ、でもこれ今回の結果ちょっと面白いですね、かなり興味深いですね、うん、実物すごいな、うん、実物とワイパーインクと、まあ、その他、まあ、ロトとグッドウェアが大健闘ですね、はい、うんうん、ですね、なんかこうこれは結構社内の資料としても活用できるかもしれないな。あとやっぱ春夏のアイテムを2024年はもっと増やしたいですね、はい、そこのランキングに、確かにラインナップとして、はい、やっぱ圧倒的にアウター系のボリュームが占めてんでね、うん、上をですね、まあ、アウター、ただパンツも結構全体的にまんべんなく、まあ、軍パン、うん、アウター T シャツとか小物系をね、うん、キャップもそうですけどね、はい、行きたいですよね、うん、確かにちょっと打倒ロトト的なこう、そうですよね、ね、まあ、ロトトまあ愛用してるから打倒もしたくないところもあるんですけどまあまあなんかワイパーでワイパーインクでね、かぶり物、うん、キャップ類は、まあ、まあ別注シリーズはやっぱちょっと上限がね、はい、数の上限があるからちょっとランクに難しいかもしれないですけど、やりたいな、うん、まあまあちょっと来年も夏男をできるように頑張ろう、はい、うん、まあ、ということで、ワンイヤーランキングでした、はい、非常に面白かったです。結構長くなりました、1時間、まあそろそろ50商品、はい、鈴木は喉カラッカラでしょ、はい、いやでもこれはちょっと面白いですね、ね、そうそうそう、いやなんかいつもの毎週のランキングって結構まあ言ったらあんま変わりはしない、ね、馴染みのアイテムがやっぱね、うん、結構連ねるので、ね、うん、まあ、こうやって投資で見てみると、あ、こんなのがあったんだっていうような気づきが得られる、うん、そうそう、確かに先週の YouTube の振り返りもそうですしね、うん、1年振り返るときのこういろんな思い出エピソードがやっぱあるので楽しいな、はい、うん、いやこれは、まあ、また定期的にやりたいなと思ってますね。来年はどうなるかな、うん、はい、実物ワイパーインク、うん、ロトとグッドウェア、リーバイス、ナンガ別注とかそれ以外の新しいね、うん、ニューフェイスが、はい、現れるのが一番面白いですけど、確かに結構今回のランキングでもこう2023年を象徴するアイテムっていうのでいくつかあったから、はい、うん、また来年ちょっと今年はこれだったなっていうのが ね新しく出れば、うん、うん、ただもちろん以前のものも継続してちゃんと続いてはいくので、うん、はい、そこからさらにこう層が厚くなり、うん、もっともっといろんなラインナップ増えると思うんで、ですね、うん、まあ、スクリーンスターズもそうだな、今年ですもんね、うん、横木、うん、プロデュースが、はい、別注が出てきて、うん、2品番もね、はい、しかもね結果ね、うん、あのクイーンティーのボディとかでもなんか作れたら面白いですけど ねあれちょっとねサイズをねいじってやるはずですよ、あ、本当ですか、うんうん、なんで結構いろいろもう自然発生的に生まれた企画とかもやっぱりやったりするから、はい、まあ、本当にこれはもう目が離せないですね、うん、来年も、うん、ですね、面白い、うん、まあ、ということで、まあ、ワイパーラジオ、最後までお付き合いいただきありがとうございました。いや、はい、ワイパーラジオ今年ね記念すべき100回目を迎えて、はい、そのミリステでも、はい、その印象に残ったエピソードだったりアイテムの中でワイパーラジオ、あー、確かに T シャツとか、うん、ワイパーラジオ100回と
か川島さんの101回目とかそっちに持ってかれた感もあったんですけどいやまあただあったんですよ、ワイパーラジオ絡みのネタをその上げてくださる方結構いたんですよ、うん、いいですね、ありがたい限りだ。もう本当のね、必須のワイパーファンの方はワイパーラジオ聞いてるはずって勝手に思ってますから確かに外せないでしょって、はい、聞いてるならもう認定しますみたいな、うん、偉そうですけど、はい、まあ、なんかワイパーラジオでもなんかまた来年とか、ね、企画できたら面白いですけど、そうですね、なんかやっぱライブ配信がね、うん、今年始まった年でもあったので、やっぱワイパーラジオの良くも悪くも安定感もありますし、はい、そのブレないね、はい、けどなんか新しいこともなんかしたいなっていうのもありますしね、うん、なんで、まあ、これに関してもこう細く長くゆるくコンテンツとしてこう、はい、継続していきますんで、ですね、はい、まあ、ということでじゃあ今年何か言い残すこととかありますか、うん、大丈夫です、俺死んでしまう大丈夫です、はいはい、まあ、今日が、12月30日、はい、で実を言うとですね31日大晦日も動画1本ありますので、はい、そちらはですね結構面白い内容になってますん で、はい、ですね、ご期待くださいね。けどそう考えたらこれ大体1時間でしょ、はい、週1回1時間皆様の時間をいただいて年間で何十、うん、何百時間、確かに今年休みなくできたかなですかね、まあどうだろう、まあ、多分 50何時間は、うん、年間の365日のうちの貴重なお時間をもう毎週欠かさず聞いていただいた方はワイパーラジオに時間を割いていただいたということですよね、そうですね、すごいですね、ありがとうございますそう考えると、はい、うん、いや本当に、まあ、これ もう皆さんあってのことなんですね。そうなんです、もう見捨てでも言いましたけどワイパーは本当分かりやすいぐらい皆様に支えられて、はい、成り立ってるので、うん、お店としては、はい、なんでこうご支援いただける限りちょっと続けていくようなつもりでありますので、はいはい、今後ともよろしくお願いします、はいはい、ということでじゃあ終わりたいと思います、はい、ワイパーラジオは毎週土曜日夜8時15分からお送りしております、はい、ここまでのお相手はワイパーの鈴木と中村でした。また次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。おやすみなさい。ありがとうございました。2023年ワイパーラジオご視聴いただいた皆様。また来年。よろしく。良いお年を。See you next time.